どうもクロスロードラボです。今回はですね、恒例のサントリーの限定ウイスキーの販売情報ということで、今回も最近ウイスキーに興味を持ち始めた方とか、あとは全く販売情報を知らない方向けの情報です。販売するのは今年から限定的に発売された山崎ストーリーオブディスティラリー、そして白州ストーリーオブディスティラリーの2本です。今年の上半期の抽選はこの2本に加えて、さらにね、響きブロッサムハーモニーっていう、響きの限定版もあったんですが、これは2021年からね発売してたものです。これね、今回どうやらね、ないみたいで、この2本だけみたいです。で、今お盆休みの真っ只中っていう方かなり多いと思うんですけど、この1週間でね、いろんなところで、この限定ウイスキー買えたっていう方結構多いです。SNS の投稿とかを見てみると、たくさんね、売ってましたっていう報告が上がってるんですけど、今の時期のね、出荷とはちょっとね、今回の発売関係ないです。今回の発売は10月1日になっています。そして、それと同時に今回も抽選販売があるということで、サントリーの、ね、限定ウイスキーって、普通の価格では全く手に入らないっていうイメージある方多いと思うんですけど、日本全国どこに住んでいてもこの抽選販売チャンスがありますので、興味がある方はぜひ、最後までご覧になってみてください。それでは、早速行ってみましょう。はい、今回ね、10月1日から一般販売ということで、一応一般販売といってもね、全国の店頭に並ぶわけではありません。一部の店舗だったり、あとはギフト向けのカタログ販売だったりとか、あとは飲食店向けに酒屋さんが、飲食店に案内する場合とかね、結構ね、限定的なんですよね。だからなかなか入手は難しいということで、この抽選販売にね、期待している方も多いと思います。これはあくまでね、抽選販売なので、抽選に当たった方は、メーカーの希望小売価格で、購入しなくちゃいけないということなので、これ注意してください。無料で当たるわけではありません。この抽選、ありがたいことにね、上半期と同じく今回も2回あります。第1回目はもう始まっていて、8月の8日から8月の27日23時59分まで、各銘柄3000名になっています。山崎が3000名、白州が3000名です。そして第2回もあるんですよね。第2回は8月28日、から、9月17日の23時59分、これも各銘柄3000名ずつということで、これね、2つだけ注意があるんですけど、各銘柄別々に応募できます。しかも1回目と2回目両方応募できるので、1回目だけね、応募すればいいというわけではないので、これはね、注意してください。これね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。この抽選販売自体は2021年から始まったんですけど、去年までは山崎の限定銘柄山崎リミテッドエディションと、あとは先ほど言った響きの限定銘柄響きブロッサムハーモニーっていうね、この2銘柄が抽選で購入できるというものでした。一応ね、ギフト向けという側面もあるようで、結構コンビニのギフト向けカタログ販売とかでもね、販売されたりもしてきました。毎年応募している方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それが今年は新ラインナップにリニューアルして、山崎ストーリーオブディスティラリー、そして白州ストーリーオブディスティラリー、響きブロッサムハーモニーの3銘柄のラインナップだったんですけど、今回は山崎と白州だけということで、ちょっと寂しいですけど、響きはずっとね、発売してきたので、もしかしたらこれからこの2銘柄だけになるか、響きは年に、1回だけの発売になるのかもしれません。もしかしたら響きもリニューアルするかもしれないですけどね。ただね、白州の限定版が出るっていうのがね、嬉しくて、白州の限定版ってやっぱり今までね、バリエーションも結構山崎と比べると少なかったので、白州ファンにはね、かなり嬉しいと思います。次は今回発売される山崎と白州のストーリーオブディスティラリー、詳細をね、ちょっと見ていきたいんですが、残念ながら白州の方はね、まだ未入手なので、情報だけです。山崎の方は、一度ね、生配信で飲んでるので、その飲んだ時のね、感想をお伝えします。はい、まずはですね、山崎のストーリーオブディスティラリー2024エディションということで、
去年までのリミテッドエディションから変わって、ストーリーオブディスティラリーという銘柄が今年から新発売しました。蒸留所のものづくりや紡いできた物語を紐解くシリーズということで、水ならざる原酒やスパニッシュオークダル原酒をはじめ、山崎らしい多彩なモルト原酒をブレンド。濃厚な甘さにほのかなスパイシーさが重なり、複雑で豊かな香味が広がるということで、去年までのリミテッドエディションは水ならざる原酒主体で、最低12年以上熟成というふうに説明されてたんですけど、今回の新銘柄はまたちょっとねブレンドが変更されているようで、熟成年数に関してはね特に書かれていませんでした。こちら先ほども言いましたけど、生配信でね、初めて飲んだんですけど、まあ、説明から結構シェリーダル、原酒のねアクセントがあるのかなと思ったら、そんなことなくて、思いのほかねサントリーらしい、水ならざる原酒特有の甘さと、あとはねスパイシーさがしっかり感じられるような、まあ以前までのリミテッドエディションの流れを、まあ、しっかり組んだような味わいだなというふうに感じました。テイスティングノートを見ると、香りは干し柿や長寿のようなアクセント、味は芳醇で複雑、オレンジマーマレード、小豆の甘さ、余韻はスモーキーやスパイシーなど複雑な余韻が長く続くというふうになっています。まあスモーキーさはねそんな、極端に感じるようなスモーキーさではなかったです。それこそ普段スモーキーウイスキーを好んで飲んでる方からすると全く感じないレベルかなと思います。まあ余韻にまあほのかに感じるっていうぐらいですね。箱に関してはいつものように今年の限定デザインということで、来年ももし同じ銘柄が発売するなら箱のデザインとかはね変わると思います。容量の方は 700ml でアルコール度数 43%、 価格は税込み 16,500 円と、まあなかなかいい値段します。まあ、今年ね4月からサントリーの値上がりがありましたから、まあ大幅値上がりがねありましたから、まあそれを考えるとこんなものかなと思います。まあ去年までのねリミテッドエディションは税込み11,000円と、まあなかなか買いやすい値段だったんですけど、まあ銘柄が基本違いますのでね比較はできないかなと思います。そして白州ストーリーオブディスティラリーの2024エディション、続いて白州なんですけど、残念ながらねこちらまだ手に入れられてません。こちらもストーリーオブディスティラリーということで、内容は、スモーキータイプの白州モルトをバーボンバレルで、熟成された原酒のみを厳選、丁寧にブレンドということで、まあバーボンダル原酒のみで、多分まあスモーキーさんもノンエイジよりは強調されたものかなとは思います。100周年の時の缶ハイボールもそうですけど、やっぱり白州といえばスモーキーみたいなね、イメージ付けを結構今はやってるのかなっていう感じですね。もちろん山崎のストーリーオブディスティラリーも、ピーテッドモルトをね使ってるというふうに、テイスティングコメントからは読み取れるので、まあ、最近の蒸留所限定ウイスキー、山崎と白州の蒸留所限定ウイスキーも見てみると、両方ともスモーキー原酒を使ってたりとか、結構ね、全面にスモーキー原酒を使ってるなっていう印象がありますね。テイスティングコメントを見てみると、香りはパイナップルやバニラクリーム、あとはほうじ茶、味の方は軽快で、柔らか、和三盆のような甘さ、かすかな苦味、余韻はおきびの煙、ほろ苦さということで、まあ、スモーキーさが、結構表現されてますね。あとはバーボンダル特有のね、バニラの香りだったりとか、あとはパイナップル、ちょっとトロピカルなね感じが書かれています。ほうじ茶っていうのはちょっと樽の渋みの表現か、もしかしたらスモーキーさの表現かもしれないですね。まあテイスティングコメントを見てもそこまで極端な、スモーキーな表現ではないので、白州ピーテッドっていうね、白州のピーテッド原酒のみを使った限定版よりは、スモーキーな感じではないかなと思います。割と万人受けしそうな、そういうね、フレーバーなんではないかなとは感じですね。僕も今回はね白州は、普通に抽選で、当てようとしています。こちらもアルコール度数は 43% で、価格は 16,500 円、税込みとなっています。以上が山崎と白州のストーリーオブディスティラリーの詳細でした。はい、いかがだったでしょうか。まあいつもね抽選に参加されている方からすると、それなりに、抽選の期間もありますし、ちょっと慣れすぎちゃって、応募もね億劫になって忘れちゃったっていう話もかなりよく聞くので、欲しい方はねなるべく早く応募してください。そして2回目の抽選を忘れる方かなり多いです。全部にね応募しようとすると、1回目2回目2銘柄ずつなので、4回応募しないといけません。
これね注意してください。まあ、こういうね人気のウイスキーってボトル自体を普通の価格で入手することってね結構難しいので、サントリーウイスキーに興味が湧いてきていろいろ欲しいっていう方にはいいかもしれません。まあもちろんねお近くのサントリーが結構強いバーに行くと入手している可能性もありますので、もしね今回購入できなくてもそういうところで一杯飲むのがいいかなと思います。そして来年もね2回ぐらい抽選はあると思います。むしろ今年みたく2回ずつってなると全部で4回ありますので、今年は当たらなくてもぜひね来年に期待してください。概要欄に各 URL を記載しておきますので、そちらからチェックしてみてください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。